写真拡大。全国高校野球選手権準決勝、履正社明石商、20日、甲子園球場。履正社大阪は19日、茨城市内の同校グラウンドで練習。今週、ドラフト候補で4番の井上広大外野手、3年が、20日の準決勝明石商戦、兵庫に向けて気合を入れた。自分が打ってチームに勢いを与えたい。この日はフリー打撃など約1時間30分の最終調整。調子は悪くないと思うと自信を持つ主砲は今大会4試合で打率471、2本塁打、11打点と絶好調だ。いつも通り自分たちの野球をやりたいと平常心で臨む。明石商のエース中森は前日の準々決勝八戸学院光星戦で自己最速を更新する151キロを計測。岡田監督はうちが勝つには打つしかないと野手陣の奮起に全てをかけた。